80年代以降のシティポップを牽引したアーティストの一人で、ファッションアイコンとしても女性たちの熱い支持を受けていたアンリさん。過去に結婚、離婚を経験していますが、2021年現在は再婚しているのでしょうか。最新の音楽活動とともに結婚事情をリサーチしました。元の岸田健さんとはどんな人で、子供はいるのかも気になるところ。また第二の故郷ともいえるロサンゼルスについても取り上げます。奥地、アンリ、結婚、離婚に続いて婚約破棄。アンリは還暦を迎えた2021年現在もライブツアー。アンリの元を岸田健に複数の逮捕歴。アンリに子供の情報はなし。自宅のあるロサンゼルスは第二のふるさと。アンリ、結婚、離婚に続いて婚約破棄。アンリさんが結婚したのは、サマーキャンドルズ、スノーフレークの街角がヒットした1988年のことでした。お相手はファッションデザイナー山本寛斎さんの甥で、当時はアパレル会社社長だった岸田健さん。しかし結婚生活は数年で終わりを迎え、1993年に離婚が成立。岸田さんの逮捕劇については詳しく考述します。離婚から2021年現在に至るまでアンリさんに再婚したという報道はありません。この間の2008年4月に米国人ギタリストリー・リトナーさんとの婚約破棄を公式サイトで発表して世間を驚かせました。リー・リトナーさんはジャズやロックやブラジル音楽などをミックスした独自のサウンドで知られるジャズフュージョン界のギターヒーロー。平成世代には馴染みのない名前かもしれませんが、50代以上の洋楽ファンにとってはビッグネームでしょう。海外レコーディングをたびたび行い、海外アーティストとのコラボレーションも多いアンリさん。2002年にリリースしたスムーズジャムクワイエットストームは収録曲が全て洋楽バラードのカバー曲というミニアルバムで、制作にリトナーさんも参加していました。実は2005年に婚約を発表しており、2007年には一部で破局が報じられていたのですが、婚約破棄の公式発表で初めて2人の交際を知った人も多かったよう。婚約を破棄するにあたり、これからも自分のペースを崩さずに音楽活動をしていきたいと決意を述べたアンリさん。仮にゴールインしていたら、世界的なミュージシャンと日本人女性の組み合わせとしては、ジョン・レノン&小野洋子夫妻、トリーやバッドカンパニーのポール・ロジャース&清水町夫妻に続くビッグカップルになっていたことでしょう。アンリは還暦を迎えた2021年現在もライブツアー。2021年に60歳を迎えたアンリさん。2021年6月にはアルバム、アンリボイス2ボイス、バイニルエディションをリリース。なんとアナログ版で、A 面と B 面があるとのこと。収録曲は、デビュー曲、オリビアを聴きながら、のほか、悲しみが止まらない、ドルフィンリング、といった名曲です。11月4日には、相葉雅紀さん主演のドラマ、和田屋の男たち、の主題歌、ウォッチングオーバーユー、の配信がスタート。竹内まりやさんとのユニット、ピーチアプリコット名義です。この女性シンガーソングライター同士の豪華ユニットは奇跡のように思えますが、実は竹内まりやさんとは同じ1978年デビューで、以前から一緒に何か面白いことをやりたいね、と話していたのだそう。80年代を彷彿とさせる、大人のおしゃれなシティポップという印象の楽曲です。また、ライブも少しずつできる状況になったおかげで、秋には、アンリライブ2021からボイス2ボイスのツアーも。2022年の元日には、グランドプリンスホテル新高輪のニューイヤーイベント、ニューイヤープレミアムショーへの出演。アンリの元を、岸田健に複数の逮捕歴。
安里さんの元である岸田健さんは、山本寛斎さんの甥という血筋ながら、詐欺容疑で複数の逮捕歴があります。昔はアパレル会社の社長としてファッション界や芸能界とも交流があったようですから、そこで安里さんとの接点が生まれたのかもしれません。安里さんと婚姻関係にあった頃も、少額ながら詐欺事件を起こしていたそうです。離婚の原因は、おそらく夫の不祥事にあったと思われます。離婚後はカプセルホテルやネットカフェで生活する、いわゆる住所不定、無職の人間になっていたといいます。岸田さんは2016年にも詐欺容疑で逮捕され、警察の調べに対して、生活するために金が欲しかったと供述したとのこと。すでに離婚して他人になっている安里さんですが、彼女も騙されてしまったのでしょうか。安里に子供の情報はなし、安里さんに子供がいるという情報はありませんでした。5年間の結婚生活で子供が授かってもおかしくはないのですが、岸田健さんとの間に子供は設けていないようです。出産より音楽活動を優先したのかもしれません。離婚した年に大ヒットした曲がドルフィンリングというのが何とも皮肉ですね。自宅のあるロサンゼルスは第二のふるさと。ロサンゼルスに自宅があり、長いことアメリカと日本を行き来する生活を送っている安里さん。16歳の時にロサンゼルスでデビュー曲をレコーディングして以来、この街が大好きになり、いつかは移住したいと思っていたそうです。それが実現したのは2000年、西海岸のミュージックシーンにも確固たる人脈を築くことができました。アメリカでの成功を夢見て渡米するのは簡単だけれど、現地で仕事をするのは非常に大変、と安里さん。考えてみると、安里さんのように拠点をロサンゼルスに置きながら両国の生活をバランスよく維持し、しかも音楽活動を長く続けているアーティストはそれほど多くいませんね。デビュー40年にあたる2018年には、この節目を機にニュートラルになって、自分の目指す質の高い音楽を作っていきたいと語っていた安里さん。還暦を迎えたとは思えないほど若々しく輝いている姿からは、音楽活動の充実ぶりが伺えます。